ライドのレース、キングエルベスで、見事 JRA 通算300勝を達成されました、坂井隆成騎手です。まず、中京競馬場より、坂井隆成騎手に記念品の贈呈です。プレゼンターは、同期でいらっしゃいます、荻野極ジョッキーです。よろしくお願いします。同期で、共に、昨年初めて G1 を制したコンビでございます。それでは、早速お話をお伺いしてまいりましょう。坂井ジョッキー、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。改めて、この300という数字、どのようにお感じになってますか？はい、まずはたくさん乗せていただいて、関係者の方と頑張ってくれた馬に感謝したいです。師匠の馬です。その点についてはどうでしょう？そうです。なるべく早く達成したかったですけど、こうやって師匠の矢作先生の馬で達成することができて、本当に嬉しく思います。この馬は重賞を制して、そして海外にも一緒に遠征した馬です。非常に縁を感じますが、どうでしょう？はい、重賞も勝たせていただいて、本当昨年は海外遠征させていただいて、思い出のある馬ですし、最近成績は振るわなかったですけど、この馬はこんなはずじゃないと思っていたので、今日こうやって勝つことができてよかったです。ジョッキー自身、昨年はキャリアハイ、そして今年まだ始まったばっかりですが、これまでどうお感じになってますか？はい、まだまだ人気に応えられてないレースも多いですから、もっと結果出したいなと思っています。さあ、今年は始まったばかりです。今年1年の抱負のような形で最後一言ご挨拶いただけますか？はい、昨年以上の成績出すのはもちろんのこと、大きいレースでも活躍したいですし、こうやって見てくれた若手全体で競馬界を盛り上げていけるように、その中の中心でいるように頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。坂井ジョッキーにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。